ではこの時間はゲストの方にお話伺ってまいります。ゲストは松井証券営業推進部シニアアナリストの久保田智一郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松井証券の即時決済取引に、はい、なんか新しい基軸が導入されたということで、はい、まあ、今日はその話をしていただきたいと思うんですけれども、はい、その前にまず久保さんはコメンテーターでもありますから、はい、相場どういうふうに見てらっしゃるのか、はい、そんな話から少ししていただきたいと思うんですが、はい、まあ、今日は反発してますけれども、はい、先週は結構厳しい状況がありました。そうですね、欧州債務問題の方がやはり再燃してしまいまして、まあ、日経平均全般に下げてしまっておりまして、まあ、金融株も弱いですし、はい、まあ、関連株も弱い、うん、あと個人投資家の方ですと、うん、DNA グリーといったですね、うん、ソーシャル、まあ、SNS 系絡みのような銘柄の方も取引されていたんですけども、うん、この辺もコンプガチャ問題の方で大きく下げてしまいましたので、そうですよね、ちょっと口座の方も傷んできているような状況ですね。ああ、そうですね、はい、その口座の方が傷んでいるということなんですけども、はい、御社日々ですね、信用の建て局のですね、まあ、評価損益率を発表なさってますよね、はいはい、まあ、それで大体個人投資家の皆さんの、まあ、懐具合が読み取れるということで、うん、はい、まあ、マーケットの一つのこう指標として注目されてるんですけども、はい、最近の数字がかなり厳しく、そうですね、買い方が随分やられてますね。買い方の方でですね、マイナス 20% より悪いような状況まで落ちてきておりますので、大体まあ過去の相場の状況でいうと 20% ぐらいというのはそこの値になってくるんですけども、あ、そうですか、まあ、そこに来てしまったといったような状況になっていますね。その意味では一つのこうなんていうかシグナルとしては今の水準は底値圏であるというふうに推測してもいいんですか。はい、一方のですね、信用の売り方の評価損益率の方がありまして、こちらもプラスに転じるような状況になっているんですけれども、こちらは逆の方向でいうとこう相場の底というか売り方が利益が乗っているといったところになりますので、これも底入れのサインになるような仕様にはなってきています。売り方が利益が出てる、はい、そうですね、はい、もうどこついても儲かるという感じですよね。はい、それは確かに相場としてはかなりきついところに来ているですよね、はい、だどこで反転してもおかしくはない、そうですね、いうふうに考えたらいいですか。まあ、決算もそれもちろん悪い銘柄もありましたけれども、まあ、順調に増益をしている銘柄もありましたので、まあ、欧州債務問題の方でですね、何らかのこう落ち着きを持たせるような、はい、まあ、ECB 等の施策等あればですね、また反発の局面というのは近いと思うんですけれども、ただ今でいうと、まあ、なかなか疑心暗鬼が広がっていて、買うタイミングがなかなか見つけられないといったような展開になっていますね。ああ、そうなんですね、はい、そのコンプガチャ問題、あと、はい、ゲームに関連については明確な背景みたいなものがあるから分かりやすいんですけれども、はい、その全体論としてはギリシャ問題という予測も つけにくい、はい、そしてで背景がよく分からないというような材料でもって売られているというのはちょっと普通の個人投資家の皆さんにとっては厳しいですね。そうですね、なかなかこう、個人投資家の方もですね、ギリシャの政治状況まではなかなかチェックしきれない面もありますので、そこで連立交渉とかの情報についてなかなか調べるというのはハードルが高い面もありまして、ちょっと分かりづらいといった面もあるかもしれませんね。それがちょっと今の状況難しさ増しているということですかね、はいはい、分かりました。それで、ですね、即時決済取引、はい、私もこう毎朝これ8時半からもう始まってますので、はい、今日の相場の一つのこう先行指標みたいな形で、はい、注目しておりまして、まあ、この番組でも朝方ちょっと見たりしてるんですけれども、まあ、即時決済取引というのはそもそもどういうものなのであるか、はい、まあ、それは松井証券さんにお話を伺うのが一番いいと思いますので、うん、はい、簡単にはい、ちょっとご紹介いただけますか。まず大きなメリットとして2点あります、はい、1点目が通常の信用取引であると1日に1回転なんですけども、はい、買って売ってといったことをしてしまいますと、うん、その分の資金はまた使えなくなってしまうんですね。ところが即時決済信用取引といったものになりますと、それが何回転でもできるといったことになりますので、資金の効率が大幅にアップするというのが1点目のメリットになります。普通のですと買って売るとそこでおしまいなんだけれども、はいはい、その日のうちに売り買いを同一銘柄でもできると。そうですね、何度でもできると。同一銘柄であっても違った銘柄でもできます、はい、ということなんですね、はい。その他にはどうですかね、はい、もう1点目がですね、手数料が大変お得になっていまして、まあ、現物取引でいうと1日100万円までであれば無料で、信用取引であれば金利の方は1日 7.3% 年利で 7.3% 分ですね取られてしまうんですけども、
取引手数料に関しては0円といったことになりますので、まあ、あの回転というんですかね、あの頻繁にお取引されるような方ですと1日分の金利でだけのコストで取引できますので、こちらも大変お得になっています。そうですか。そして、取引時間の方のご説明もいただいていいかな、はい、まあ、今あのお話にも出てたんですけれども、朝8時半から取引できますので、まあ、例えばニューヨークの市況を見てですね、まあ、ちょっとこう東証のより前にいち早く取引したいといった方ですと、まあ、あの30分前から取引できますので、相場を先取りできるというのが1点目であります。であと、まあ、お昼休みの時間帯も取引の方を行っておりますので、まあ、昼休みですね、あのアジア市場の方が動いている際にお取引されたい方いらっしゃると思うんですけれども、こちらの方もメリットとして、まあ、受けていられいただけるのではないかなと考えております。ここのところは便利ですよね。本当に、より東証のよりの前に商いができる、まあ、外から見ている立場からしますと、どんな今商いになっているのかなというのは、取引の寄り付きの予測もできるということなんですよね。そうですね。また昼休みの時間も取引が行われているので、それもまた5倍寄りの動きを推測できる。そうですね。そういう手段になるということでしょうね。はい、そうですね。わかりました。まあ、そんな即時決済取引なんですけれども、今日から新しい新規軸が始まった、ということですね。そこら辺ご紹介ください。今日からですね、即時決済取引で、まあ、いわゆる定位株といったような銘柄になってくるんですけれども、そういった銘柄の、あの株価の刻みの方がですね、細かくなるといったようなサービスを始めています。でちょっと刻みというのがなかなか分かりづらいかと思うんですけれども、まあ、例えばあの100円、99円、98円といったような形で株価ですとどうしても1円単位で動くんですけれども、まあ、例えばあのみずほとかやられている方ならご存知だと思うんですが、なかなかこう板が見合ってしまってですね、役場がつかない、また値段が動かないといったことがあるんですね。全然動かないですよね。なので、松井証券の即時決済取引はもう少し値動きを持たせようといったことを考えまして、刻みというのを細かくして50銭刻みだったりとか10銭刻みでお取引できるようになりました。で、まあ、100円以下の銘柄ですと10銭刻みでできますので、例えば99円で買って99円20銭で売るといったこともできますので、よりこまめにお取引がいただけるといったことになります。99円、100円、1円の値幅のさらに中に細かい刻みを入れた。そうですね。ということですね。はい、10銭単位で、トレードできるというのは、なかなか便利ですね、これね。そうですね。そしてどんな銘柄が、まあ、今ちょっと今お話の方させていただいたんですけども、例えばみずほなんかですとですね、なかなかこう値動きができないという方が多くてですね、個人投資家の方メガバンクよくやられている中でもみずほとはやられているんですけども、こちらですと50銭刻みでお取引できますので、まあ、今日もあの寄り付きの方からもうサービスの方が始まっているんですけども、まあ、50銭刻みの方で約定もしておりますので、まあ、実際にもうメリットとして使われている方が出てきたというところですね。みずほですか、はい、ちょっと見てみましょうかね。はい、こちら、はい、こちらがですね、みずほの、を組んだ株価ボードと実際の複数気配という画面になりまして、気配画面ですね、これがね。で、細かいんでちょっと見づらいかもしれませんけども、今あの115円の上に115円50銭といったところがあるかと思います。はい、でその上が116円になっていますので、取引所の方、はい、あ、はい、そうですね、これですね、はい、ここら辺で今、はい、今115円50銭の買いですね。買いのところに100株ほどありますね。100株入ってますね。はい、で116円に1100株ですね。で東証さんの方ですと115円の上は116円となってしまいまして、まあ、見合って動かないといったことになるんですけども、間に1枚50銭、115円50銭というところがありますので、ここを行ったり来たりといったことが発生してきます。ですのでこの50銭といったところで、利益を狙うこともできるといったことが新しいサービスということになりますね。こちらも本当に50銭刻みで買い物もしっかりこう入っていますね。そうですね、はい、でその下のところもですね、114円50銭も入っておりますし、はい、116円50銭ですね、今度売りの方になってくるんですけども、はい、こちらも100株入っていますので、まあ、実際に値動きが発生すればこういったところで利益を狙うチャンスも生まれてくるというところになります。まあ、定義株もこれでやるとかなりね、そうですね、頻繁な商いになる、はい、まあ、株価は今ちょっと軟調で、安い銘柄が増えてきていますので、こういったところは利用していただくと、まあ、いいかなというところですね。そうですね、はい、まあ、このみずほのほかに、全部で何銘柄ですが、今回は50銭刻みが4銘柄、
ですか。こちらが代表的な銘柄になっていますので、まだ他にもいっぱいあるんですか。はい、10銭刻みのところでいうと、このフリップに出ているようなんですよ、上の部分になってくるんですけれども、50銭刻みの銘柄でいうと、まあ、ざっくり言いまして500円以下の銘柄であれば50銭刻みになっていますので。そうですか。はい、東電さんであったりとか、うん、まあ、そういった銘柄も刻みが細かくなっておりますね。あ、そうですか。はい、かなり便利になってくるということですね。はい、面白くなってきますね。そうですね。相対的にも、はい、抜きやすくなります。ですね。はい、でその他なんか次の基軸もあるそうですね。そうですね。6月初旬には今度スマートフォンでも取引できるようになりまして、今結構 Android とかですね、iPhone とか使われている方多いと思うんですけれども、即時決済の方がそういったアプリの方に対応してまいりますので、まあ、出先でもそういったお取引の方がいただけるようになるというところになります。あ、まあ、これはですね、皆さんにどんどん使っていただかないとやっぱりマーケットとしてね、機能しませんからね。今キャンペーンやってらっしゃる。そうですね。今キャンペーンをやっておりまして、この刻みのところが細かいような銘柄をお取引いただきますと、即時信用の現物の方のですね、手数料が無料になるようなキャンペーンの方向になっておりますので、まあ、手数料かからないうちにですね、一度試していただければと考えております。ああ、そうですか。はい、今手数料かからないですか。はい、なかなかですね、一度お試しくださいということでしょうか。はい、そうですね。はい、ありがとうございました。アプリも、ね、スマートフォンを持つのは私たちも持ち始めましたから。そうですね。ね、スマホで来月予定ということですか。はい、6月初旬を、はい、予定しておりますので、はいはい、ダウンロードできるようになる、はい、ということですね。はい、わかりました。今日は松井証券営業推進部シニアアナリストの久保田智一郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。